平成26年9月6日に市立市民会館で行われた敬老記念式典の様子を配信しています。本日ご参集の皆様方には長きにわたり広く社会に貢献し、現在の豊かな社会の礎を築いていただきました。よって高齢者が生きがいを持って暮らし活躍できる町づくりと、すべての市民が健やかな高齢期に備えるための取り組みを市政の重要な目標に掲げ、市民と共同して推進していくことを決意して、寝屋川市はここに長寿社会づくり措置を宣言します。長寿を祝って満100歳を迎えた人30人に顕彰を、満90歳を迎えた人470人に寿司を贈呈しました。皆さんの応援をいただいて、それを糧に今後もさらに精進してまいります。寝屋川市といえば豪栄道、豪栄道といえば寝屋川市と言われるように頑張りますので、今後ともたくさんの応援をお願いします。本日はおめでとうございます。第2部の開始前には来場者の皆さんで元気アップ体操を行いました。Thank you.